Dr. Liu Smile Workout。 こんばんは、リュウシンノスケです。こんばんは、中村優子です。この番組では毎月一組ゲストを迎えして、こだわりのライフスタイルや趣味のお話などを通じてスマイルライフのヒントをお聞きしています。さらにリュウ先生の歯科医師ならではのお話やアドバイスもお届けします。今月はモーニング娘。OG の方なんですが、リュウ先生はどんな印象を持たれてますか？最近僕はずっと朝 BGM でね聞いているので、もう朝のイメージですね。もう完全に朝のイメージ。さて今月はどんなお話が聞けるんでしょうか？それでは今週もドクターリュウのスマイルワークアウトスタートです。ドクターリュウスマイルワークアウト。それでは今月のゲストをご紹介します。飯田香織さんです。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて飯田香織さんはですね、はい、モーニング娘。の一期メンバーで、はい、1998年にデビュー、2005年にモーニング娘。を卒業されてからはソロとして活動、はい、今年の7月には11年ぶりとなるミニアルバムオンダスをリリースされたばかりです。はい、そうなんです。よろしくお願いします。お願いします。11年ぶり、すごく久しぶりのレコーディングなんです。かなり久しぶりですね、はい、もう毎朝僕は聴かせていただいていて、本当さっきにリュウ先生と話したんですけど、朝起きるとポチッとつけて、嬉しい、心地よく朝がスタートしますよね。なんかね、僕らの世代とか、あと僕らより上の世代の方ってね、ボサノバ聴いたりとかすごくしてた方多いと思うんですけど、そういう方々がね聴くと声がセクシーなので、すごくいい気分になるんじゃないかなと思うんですけどね。嬉しいです、ありがとうございます。そう、僕最近ねよく行くところがあって、コットンクラブって丸の内にあるじゃないですか、はい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 、あそこでよくね音楽聴きに行かせていただいたりしてるんですけど、コットンクラブとかでねきっとやられると、大人の方々がすごい楽しめるんじゃないかなと思うんですけど ね私のちょっと次の目標だったりするんですけれども、はいはい、そうなんですね、はい、先生じゃあもっと押してください。はい、もうぜひ、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。なんかあれですか、11年ぶりということで、はい、もう変わったところとかあるんですか、11年前とっていうか、そのレコーディングだったりとか。そうですね、うん、やっぱ11年前もモーニング娘。卒業してたんですけれども、はい、やっぱりこの11年の間に結婚出産と、今はもう育児に追われている毎日なんですけれども、アイドル時代はやっぱりこう私の声を聞いてほしいと、はい、いう歌い方だったんですけれども、お母さんになってからはギターもドラムもピアノも私のボーカルも全部含めて一つの音楽ですっていう考え方になった。やっぱこう家族を持ったからなんですかね。なんかこうパパがいてママがいて子供がいて一つのファミリーじゃないけど、そういう考え方になったから音楽に対してもそういう考え方になったのかなーなんて。あとはまあ年取りましたね。年取りましたねって今おっしゃいましたが、はい、先月35歳のお誕生日迎えられたということ で、はい、そうなんです。今おめでとうかかりませんけど、ありがとうございます。でも相変わらずの先生、スタイル抜群、本当です、ね、肌ツヤもよく、うん、本当に何かされてるんですか？ヨガとかはすごい好きなので、はい、空いた時間はヨガに行ったりとか、うん、あとは食事することも好きなので、自炊でいろいろ食生活を気をつけたりということは常にやってます。なんか飯田さん資格持ってらっしゃるんですよね。はい、ダイエット指導士の資格。そうですね、ダイエット指導士の資格持ってます、はい、あ、これはいつ頃取られたんですか？はい、これはもう 7,8 年前なんですけれども、うん、やっぱモーニング娘。時代にやっぱりこう不規則な生活、食生活だったり時間帯だったりがあって、すごくね末端冷え性になってしまって、もう本当に何しても冷たいんですよ。あったかいお風呂に1時間入っても上がったらすぐ冷たいんですよ。で、冷たくて冷たくて靴下を2枚3枚履いて布団の中に入っても冷たいんです。へー、それぐらいひどい末端冷え性で、はい、どうにか改善できないかなと思って、食生活だったりとか体のことをちょっと勉強したいなと思って、資格を取りました。さて普段からね健康意識の高い飯田さんっていうイメージあるんですけど、先生飯田さんの
歯のお話ちょっと聞きたいことがありますよね。自分の歯並びは良い方だけれど、はい、1本だけ内側に生えて気になっているっていうのがアンケートです、うん、あの内側というよりは捻転ですよね。捻転、そうなんですよ。だから私これ全部自分の歯なんですけれども、うんうん、はい、矯正とかもまだしてないんですけども、うん、結構こう均一に生えてくれてるんですね。綺麗な歯ですね、はい、なんですけど一本だけちょっと ねじれてるんですね、ねじれてるんですね内側に、うん、なのでこう綺麗に並んでるところに一個だけポコンってねじれてきちゃってるから、うん、表の見た目は分かんないんですけども内側になんかベロが当たっちゃってすごい気になって、うんで、うん、なんか気になれば気になるだけ A 型なんで夜眠れなくなったりとかするんでしょ。このボコンって気になるなみたいなそうですよね、はい、先生何かあるんですかね、はい、僕のねそのいわゆる患者様って、はい、大体まあ 90% がねそのいわゆる見た目のお話で来る方が多いわけですよ、うん、でやっぱりそのね神秘的にちょっと気になるっていうねその今おっしゃってたように一本だけねちょっとねじれてるとそこを直したいっていう形でいらっしゃる方が多いんだけれども、うん、とはいえね、じゃあ僕らがやってるその矯正治療っていうのは、どういう治療法かというと、機能するね、まあ、簡単に言うとご飯を食べる道具をいわゆるメンテナンスしなきゃいけないんですよ。でそうすると機能を重視して結果見た目につながっていくっていう治療をしていくの で、 そうですね、そこの一本だけ気になる場合でもやっぱり普通にね矯正をした方が全額的ないわゆる噛み合わせが良くなったりとかそういうこともちゃんと持っていけるっていうところもありますよね。噛み合わせもね実は良くないみたいで、うん、噛み合わせがあまり良くないので、うん、すごい首こりがあるんですよね。まあね、肩こりとかね首凝ったりとかっていうのはね複合的な要素なので、うん、歯だけが原因とは言い切れないけれども、うん、まあ、姿勢とかねそういうのも関わってくるからね。ただまあね、原因の中の一つには、まあ、噛み合わせの問題っていうのも入っているので、まあ、直すとね良くなる方も多くいらっしゃいますけどね。良くなるって言われるとね、うん、そうですね。じゃあ一週間考えましょうか。そうですね多分1時間ぐらい考えさて、残念ながら今日はお時間来てしまいました、はい、来週はですねモーニング娘。時代のお話をお聞きしたいと思いますので、はい、次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ドクターリュウSmile Workout. そろそろお別れのお時間です。いかがでしたでしょうか。ね、先生どうでしたか。なんかいつも朝ねアルバム聴いてるんですけどこう夜のね放送の時に聴いてもね曲がすごく心に入ってくる感じがしていいなと思いました。本当なんかいい空気を持ってきてくださったっていう感じがしましたよね、うん、はい、さて飯田香織さん7月にミニアルバムオンダスをリリースされました。ポルトガル語で、ボサノバの名曲をカバーされています。ぜひチェックしてみてください。そして番組では皆さんからのメールもお待ちしています。番組へのご感想、リスナーの皆さんの笑顔になる瞬間、歯にまつわる質問などどんどんお寄せください。アドレスは ryu@bayfm.co.jp、 ryu@bayfm.co.jp です。それではまた来週、お相手は劉慎之介と、皆さん来週まで笑顔でね。中村優子でした。